下駄本で 70.85 キロクリアです。ロボタの空 71.80 キロクリアです。続いてフェイズ2フェイズお願いします。それではミスターホンデ選手からメッセージをお願いします。네어안녕하십니까어미스터홍대주진규라고합니다어이렇게일본에와서시합을뛰게됐는데정말기대도되고많이떨리기도합니다어좋은모습보여드릴수있도록노력하겠고옆에있는이제루브아라선수에게또재밌는경기펼칠수있도록더욱더노력하겠습니다보조요로시쿠오메가이시마스미스터홍대です주진규です韓国から来られて、この試合楽しみにしています。よろしくお願いします。ミスター・ホンデ選手、いろいろ情報を聞いてます。めちゃめちゃ強いというのも分かったので、この強いからこそ俺も気持ちが舞い上がって、もっともっと強くなれる気がするので、もう一番盛り上がるバッチバチの試合で行こうかなと思ってます。バチバチに行きましょう。ありがとうございます。お願いします。佐久選手、60.90 キロクリアです。60.85 キロクリアです。それではフェイス2フェイスお願いします。はい、セットです。今回は韓国を代表して、ここに立たせてもらえることに本当に心から感謝します。そして黒石選手、試合引き受けてくださりありがとうございます。明日1分間で見ているファンを魅了できる試合を1分間で必ず見せたいと思います。使用試合には必ずしません。よろしくお願いします。あ、そうっす。まあスイッチ入ってるんでバチバチいきます。一日休んだらね、すぐ作品入んなきゃいけないんで、まあ、無傷で終わらせようと思ってるんでよろしくお願いします。ジョン・ジェルズ選手、74.85 キロクリアです。74.45 キロクリアです。続いてフェイス2フェイスでお願いします。별말없습니다재밌게보여드리겠습니다이것도아니고아니마센이게임대요저는시험이기입니다저도この身長高いトッポギ君なんか身長伸ばした方がいいって言われたんで、まあ、明日当日ちょっと身長縮めだろうかなと思って縮めるから覚悟しておいてね。KO 決着決着 D サイル 74.6 連クリアです。75.00 キロクリアです。続いてフェイス2フェイスでお願いします。サブレスサブレスを2単位3単位で行ったで일본과소용돌이속으로들어가신것같습니다보여드리겠습니다내일봅시다아우리일단타에서봅시다서울과관련되었습니다인사님들です이시에오시지마스よろしくお願いします。ピカイミ選手ロードレッシング選手ということで当時アウトサイダーでした時に対抗戦でね選ばれてたのは朝倉兄弟僕は選ばれなかったのでまたこうやってねロベッシュの選手と戦えるところがすごい誇りに思います。後で戦えるのすごい楽しみにしています。キム・アムゲバーサス・ウリタ・ジュシどうぞお入りください。なおこのカードに関しては両者の合意により試合直前に計量を行わせていただきます。続いてフェイス2フェイスお願いします。한국길거리싸움권이얼마나강한지한번보여드리겠습니다그리고오늘우리다팬들한테는미안하지만우리다는오늘내한테죽는다이상일본의선수이한국의선수가이까지強いか見せてやります。楽しみにしてください。これは格闘技の試合じゃなくて普段っていうね血の気が多くてヤクザがいっぱいいる韓国の普段で育ったアンゲート日本で一番治安が悪いと言われる株式を育った俺の不良同士のプライドから戦えないなと思ってみんな楽しんでください。ユーヒョンビ 78.55 キロクリアです。 78.80 キロクリアです。前方のカメラに向かってファイティングポーズをお願いします。それではフェイス2フェイスお願いします。
산타카무라가 데뷔한 지 얼마 안 되는 것 같은데 저 때문에 아마 은퇴하게 될 겁니다. 그리고 뭐 산타카무라 유행어가 있는 것 같은데 오레오 오모자 안타데모이요. パン屋さんはデビューして間もないと思うんですけども、これで引退、引退するかもしれませんね、覚悟してください。で、彼の流行語はこれだったんじゃないですか。で、最後です。今回は格闘技をやろうと思ってます。で、強いやつが勝つんじゃなくて、勝ったやつが強いっていうところをしっかり証明しようと思ってます。あと、オーディションで言い忘れたんだけど、もしユンが負けたら、俺、ユンの韓国の番組を邪魔しちゃいます。以上です。練習陣 VS 米尾、両選手、お入りください。まずは練習陣選手から体重計に乗ってください。練習陣、66.30kg、クリアです。66.30kg、クリアです。続いてフェイス2フェイス、お願いします。ねえ、レポだけ、パックなき싸우고가フリースタイルだったのか、フリースタイルを싸우고있습니다。ラッパーらしく、フリースタイルで戦います。続いて、小宮選手、お願いします。そこでどうします。以上です。キム・ジェフン VS ノッコン・寺田、両選手お入りください。まずはキム選手から体重計に乗ってください。キム・ジェフン 156.00kg、 クリアです。ノッコン・寺田 152.00kg、 クリアです。それではフェイス・フェイス、お願いします。マイクでメッセージをお願いします。ジョンマンスキー、シバルの千葉県のジョンマンスキー。あっ、あ、見たかった。イサガルの、ね、で、バンチューが乗ってジョンマンスキー。変なことやるやつなんだけど。でも、あれですよね。言っていいですよ。礼儀もない人だから、明日はぶち押しますよ。お前、太りすぎて足上がっとらんやねんだよ、お前。黙れ、ごめんなさい。ここやねんな、お前。ここやないか、お前。あー、しばらく見ちゃう。足上がってない、全然。太りすぎ。太りすぎ。前より太ってる、お前。豚の出荷時間もうそろそろやな。楽しみにしとけよ。出荷時間、わかるか？しばらく。こいつ何なの？力もねえし、お前黙れよ。力もないもん、お前やろ、豚。お前、俺も同じ格好してないか、お前。あ？俺の格好やぞ、格好、お前。母親のことないか、お前。それではこの辺り終了とさせていただきます。お戻りください。それではお戻りください。教習席はいいか、ちょっと縛るの。ちょんまん席、決心。食べや、お前。しばじゃない、ちょんまら。もうどう見てもしばるお前、あれ、旧石器や。もちろんあれ、しばるお前。おい、旧石器、ちょんまらに。お戻りください。いや、お前、旧石器だよ。おい、どう見てもか、ちゅうはじゃ。続いての計量に。おい、かかってこいや、今やらないで、これやれ。おじさん、止めてもらえると思うなよ。止めるな、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 止めるなよ。高速ツール、75.50kg、クリアです。75.90kg、クリアです。続いてフェイス2フェイス、お願いします。それではマイクをお願いします。
まずは高速中選手お願いします。ああ、情報パクナーをご自身はご用意できますね。カズアンナいい試合をお見せします。ありがとうございます。今回はテールの代わりに、ライドできました。しっかり打ってもらいます。E3 軍 79.00 キロクリアです。川島優太 78.55 キロクリアです。続いてフェイス2フェイスお願いします。パクナーとシェミコンカキドリマラスという検査です。今日は楽しく、しかも、アメリカの皆さんも喜ばせるような試合でいます。皆さんこんにちは。オレガニストレイティングダウン川島です。まあ今日は1分間の戦いの厳しさ教えてやろうと思っています。バチバチやり合いましょう。それではお座りください。パクヒョン君 67.80 キロクリアです。いやヨリー選手 68.00 キロクリアです。続いてフェイス2フェイスお願いします。お踊りください。저아사쿠라미쿠로다시한번말씀드릴게요저아사쿠라미쿠로뒤에숨어있는저조바이름으로제가내일가로키초에있는호스트바에본페인으로예약해놨습니다내일얘네형아프유키아랑맥가스로그거처벌내고내일맥가톡톡하게치르게될겁니다너지금아사쿠라미쿠로오시형님발표할때마음이났지만소년층남아있는아저씨가호스트바랑이동팬용유학을시작하는데시작이갓때それ에너무인기많습니다이그사야채っていいですか뭐이만야채っていいですか야채ます。なんちゃうな너이간이꼬이즈와아저씨너근데너좀한거아니잖아여기에터질수야씨뭔가사쿄리가두번들었잖아なんかニヤ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 してて、なんか不気味やし、なんか気持ち悪いし、試合っていうのは本気なんやぞっていうのを教えるために、ズボン脱がして、本気で怒らせようと思って、あれやりました。オーディションでね、편집돼서안나왔는데、ミクロが그때、저랑、저조팝이랑싸우라고했었거든요。저100번싸우면100번이긴다고얘기했고당장거기서싸워도상관없다고하니까이새끼쫄아서도망가네그래서제가얘기했죠너네여자친구랑걸어갈때도불량배만났을때그렇게쫄아서도망가라고딱그모습이라고그러니까지금에서흥분하고있던데조밥은나나조밥은번약시키래조밥은뭘해도조밥티가난다번약시키래오디션이가해주실때내가나갔는데그래서거기서말과やろうとしてたらすぐ逃げて、まあ、何でもいいから今やろうとしてもすぐに逃げちゃうから今やってもいいよって言ってもずっと逃げたんですか。まあどっちが勝つんかは試合当日分かるし、お前なんか俺の見た目のことを完全にバカにしてたけど、もし俺がお前に勝てば、お前俺銀髪のカツラ今買ってきてるからお前それかぶってもらうから。分かったか。1週間それで、いやそれで韓国に帰れ。分かったか。너한테관심없으니까니네형내고와。お前はマジで興味ないからお前の相手アンプ連れてこいよ。よく俺それ言われちゃうんすよ。俺の頭話に結構いかれちゃうんすけど、みんな俺やられてるんすよ。それが結果です。 81.55 キロクリアです。82.00 キロクリアです。続いてフェイス2フェイスお願いします。バッキロを활동해서바보시기로합니다。제가 PTA 챔피언이되고혼자한테성내야됐지만제가여기에나올레벨인지는잘모르겠습니다。좀피해가되더라도내일챔피언클래스보여주도록하겠습니다。
チャンピオンから降りて3年経ったんですけど、今回は、最高の試合にしたいと思います。まあ普通に喧嘩でして、出してみます。